はい、どうも、タピチャンネルです。ね、ハースストーンなんだ、これ。ハースストーン。これさ、これ買っちゃったんだよな、ソロアドベンチャー、一つだけ。だから、ちょっとだけ課金税です。このね、これ、ブラックロックマウンテンってやつはね、買っちゃったんです。っていうかさ、この、アドベンチャーのカードが作成できないのかな、これ。そのアドベンチャーをやらないと、作成できない風なんですよね。ちょっと詳しくわかんないです。そう、なんかね、作成できないカードがあるんだよ。だ無課金税厳しいんだよ。とにかく。でさ、一つだけやっちゃって、どうしてもさ、これ。このカスタムメイジ。これがね、俺の主力デッキ。そう、これ良くないのは、俺、ちょっと他のさ、一つのデッキに絞ってさ、それでもうエーテルフル活用すれば結構強いデッキ作れるのに、ちょっとね、やっぱね、ハースストーンではね、ちょっと他のデッキに浮気しちゃったばっかりに、ちょっと、無課金プレイが厳しくなってるんですよ。やべ、PC 落ちるんじゃねえかな。怖やな、これ。そう、ちょっとね、キャッチャーしながらプレイしてるとさ、ちょっと PC に負荷がかかるんですよ。ジーナ !VS ガルシ結局これなんだよ、俺。このメイジなんだよ。あなたが招いたのよ。シャドバで使ってるのと割と似てる感じのデッキになってます。その、やっぱ除去と、ビートと両方できるみたいな、そういう構成。やべえな、この初期ハンド。もうこれだけしか使えない。ちなみにこの禁じられし炎めちゃめちゃ強いよね。マナーに対応してダメージと。だから終盤でも序盤でも使える。おお、初期ハンドとしては悪くないよ、これ。たださ、もう、まだ全然カードが揃ってないガバガバデッキなんです。言うて。ね、よくわかんないコンボされて負けるから、どうせ。ランク18だぜ、今。クソ雑魚だよね。一番最下層のランクが20とかだよ。それに対して18だから、一番最底辺より2つ上ぐらい。つまり、クソ雑魚なんです。でね、課金してさ、アドベンチャー課金してさ、フレームウェイカーっていうカードがどうしてもさ、そのアドベンチャーでしか手に入んないからさ。あとなんだっけ、ソーサリアン皇帝ってやつも強いんだよ、レジェンドが。制限カード。それもちょっとデッキに入れてみたりして、やってるんですよ。うわ、こいつ調光するぞ。1ターン目から調光って何なんだよ。2ターン目か。何なの、こいつ。2ターン目なんか何も考えることないだろ。今だったら2コスなんか立てりゃいいだけだろ。はい。もう何なんだよ。ダラダラやりやがって。ねえ、これ、まあ1でしょ?攻撃力1しかないからここはモンスター立ててもいい。という判断。はい。わかる ?1 でワンパン食らってもこっち生きてるじゃん。だから割とありかなっていう。はあ、まあね、本体来るよね。当然本体来るわけです。で、ここで俺はですね、ああ、これで4ダメージか。4ダメージやん。こいつが、プラス1ダメージくんなんで、4ダメージなんですよね。その辺もいいところです。あ、わかった、これで2でやってみるか。これで1だと2余るのか。これでもう4ダメージになる。あ、じゃあ両方除去できんじゃん。えい。えい。あれ。あ、やばいやばいやばい。PC が重い。どう?こういうね、フィールド一掃できる除去特化の、除去に特化したデッキなの。まあ、ハンドがいいんだけどね。ちょっとね、マウス操作がね、ちょっと、あんまり馴染んでない。普段スマホでやってるから。これ33でしょ?こっちが22。こっ
合計5点火力だから、この6の立てても生き残るんじゃないかな、みたいな。これシグロク6だから。そういうこと考えて、モンスター立てるんだよ。わかるよ。モンスター立てる、なんか何も考えずモンスター立てるやついいんだよ。最下層のクソ雑魚だと。まあ相手の盤面で処理されるようなやつは出しちゃダメなんだよね。ああ。わかるかな、この考え方。まあそんな難しいことじゃないんだけどな。まあ現状5点までしか飛ばせないんですよ。相手は。そうそう。迷うでしょ？こうやって迷うんだよね。勝てんじゃないかな、こいつ。そんな迷わないだろ。普通に本体殴ればいいだろ。まあ、これでこのウォーターエレメンタル殴ってきたらラッキー。そいつ凍結するからな。普通に本体だろこれ。何考えてんのこいつ。決断せる。何これ、なんか左上の名前見るからに中国人の方ですかね。まあ、別に人種差別しないけど、ここ悩む局面じゃないですよ。あ、これログアウトしたかな。何してんだよ、こいつ。まあ、こっちは実況してんだぞ、もう。何してんの、こいつ。本当に。じゃあ、まあ、これで、どうしようかな。これ立てるよね。で、これで4ダメ与えるか。4ダメ与えてこいつ処理すればいいよね。終了。で、今凍結したんで武器使えないです。てか、相手ログアウトしただろ、これ。なんなんだよ。あ、なんか使ってきた。あ、落ちたわけじゃないんだよな、相手。いや、さっきのさ、何だったんだ。こいつ勝たなきゃやばいよ、別に。何だったんだ。お、ちょっと強い。そう、これたまたま引けてさ、これパックから出るんだけど。ただ、この盤面を処理しないとやばいなぁ。こいつをワンパンで落とせるね。今んとこね。ソーサリアンコート出すかなぁ。うん、出そうかな。これ出すの合ってる。で、これでちょっとアド取れるんだ。あ、こいつやられるとパンプするんだ。知らなかったよ。やば。ガバガバだ。プレイングガバガバ。もうそれぐらいやってないんだよな。あの、変態バース、あ、変態ストーンの方がやってるけど。なんか、あの、進化すると脱ぐっていうね、超変態ゲーム。はいはいはい。ああ、あいつなら OK。どうしよう。これバナナをハンドに加えとくんじゃないですか？そしたら、あいうち、66で相打ちマンにはできるよね。こいつ何？ミニオンがダメージ受けるたび挑発を持つ。どうかしら。なるほど。めんどくせえ。めんどくせえな。これで何引くかなー、ゲームの話。何引くかな。お、いいね。いいの引いたね。で、コインでマナクリスタル入れて。そう、こんなね、こんなぬるいカード本当入れないんだよね。カードプールがないばっかりに入ってる。どう？盤面ではこっちが有利だぞ。うわ、なんかやべえの出てきた。そう、これもなんかさ、レジェンドだよね。なんだよ、こいつよ。じゃあ、4-1 でこいつ落として、そうだな。ファイアーボール使って倒そう。あと、このヒーローパワーね。これはハンド消費なしで1ダメージ、2コース1ダメージ。ハマチです。で、これ11放置してもいいんじゃないの？ 11 を放置してもいいの？はい。やべえな、相手強いカード持ってんな。おっと、突撃持ち4-3。まあでも、相打ちだから別にいいわ。相打ちなら別にいいわ。はい、相打ち。
大丈夫かな、相手は。凄すぎないか、このプレイング。今の本体の方がきつかった気がする。そんなこともないのか。どうしよう、これで、バナナを、全部相手の火力が4だから、これで生き残るんですよ。で、これで落とせばさらに火力3。相手すら取れないぜっていう。でね、バナナ残しとく。こいつはね、魔法使うたんびにファイアーボールが出るから、バナナを残して、そう、このね、やべえやつ、アントニダスとのコンボをね、狙うから。うわ、でも結局相打ちかよみたいな。結局相打ちかよ。で、今相手の火力が3でしょ？これいいじゃん。しかも今フロストボルト引いてるから。これで相手の火力が今1になる。しかもこいつ魔法を使うたんびにハンドにファイアーボール6ダメ与える魔法が加わるっていうの。超キチガイ。これキチガイなの。で、バナナでプラス11修正受けてファイアーボールをハンドに加える。なる、このコンボ。で、このカードをさ、パックで引き当ててさ、まあ、強すぎのカードでもないんだけど、でもこのターン、こいつ残したままエンドしたら俺もう無双状態で、ファイヤーボールぶっ放してファイヤーボールをハンドに加えるって動きになる。はい、ザコでした。もう相手がザコすぎた。はい。でも俺もザコ、ランク18というザコだから。で、このまま続けていくからね。なんかこういう感じのデッキ使ってますよ。やった、貴重な10コインが出ないと、貴重な10コインが。